Do you know?Do you know? D-O-N-A Do you know? D-E-Y-O-U Do you know? D-O-Y-R-U-K-N-W Do you know? あ、こんにちは、こんばんは。あ、ガムシロップでございます。というわけで、皆様やってまいりました、見ていけないのでございまして、行かせていただきますから、両手口入りました。てか、別の手前ミスいる？めちゃくちゃ手前ミスにいない？これ、え、そんなことはない？そんなことあるって何なんだ？誰だ？誰狙ってんだろう？一体全体でございます。こちらビヤーンと出てくるのでございますけども、 Thank you so much でございます。あ、当たんないの今のでございます。これ、でもいるっしょいるっしょ、多分この裏に裏で回復してるみたいなのしてるんじゃないかと思ったら、もしか倒していきます。うん、ぐるっと回っていきながらございます。ぐるっとトゥルースリーパーのように打っていきます。やべ、ピースキーパー、ただ勝てる、勝てるんです、これが勝てるんです。ガムシロップ映るからでございます。後ろから行きますかもしれない。こんにちはとやってまいりましたでございます。 Thank you so much でございます。うん、といいでございます。すみません、トゥリーランパーでございます。トゥリーランター入りましたでございます。 OK、 マイフェスでございます。そっちいるでございます。どこにいるでございます。こちらもしっかりと投げていきながら、こっちも入ります。あー、クスター、そして何したらレインボースターとなっているところもあるんではないかと言った部分があるんでございますけども、ミカさんを起こしていきます。これしっかりと起こしていきながらでございます。こっち来てたら教えてでございます。頼む頼むでございます。10ゲーム10ゲームみたいに言ってでございますけども、頼む頼む、10ゲーム10ゲーム5個の杉のように言ってるかもしれないでございます。しっかりとここはかきろガッツリと言っていきながらでございます。うん、ここからも見ていきます。この裏に多分いるだよね。まだまだまだガスカル、まだタスカルみたいなところでいるんじゃないかと思っておりますから、こちらしっかりと打ってくれ。13ダメージ与えて勇気ながらでございました。こちらも行かせていただくガムシロップでございますけども、こちら大外からでそっちから行くと思わせての、思わせプリーダスにおいてになってきながら、こちらガッツリ行くのか。ああ、でもしてオッケー、待って、ガムシロップいいよね、いいよね、ガムシロップ。まあ、ちょっと奥にもいいな、あれあれなんだ、あれデコイなんだ、あれデコイなのか何なのかちょっとわからんでしゃんばいなございますけども、あれデコイじゃない、なんか草に、なんかツタみたいなのに当たっててガムシロップなんだございます。ツタないかったございます。さ、こちらも行きながらでございまして、あれ多分裏取りだからもう来てんじゃないかなと思って、もうそれさっき来ていなければ、なんかあっち後ろも見てるからね。そんな敵さんのことは、そんな敵さんがおりますというのがさ、しっかりとリローディングもしていきながら、こちらも覗いていくかもしれない。いいダメージ入ってる。さあ、いいダメージも入れていきながら、ゆっくりじっくりといければ、本当に死なない、ダウンをしない立ち回りが大事でございますけどね。皆さんカバリングファイヤーまで回れるかもしれない。オッケーでございます。いいね、でございます。やばい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 かもしれない。MM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 
ところでございます。なんだ、何事が起こったんだか、もちろん逆にこれ上から撃たれちまって終わるんじゃないかと思っていた展開でもございますけれども、そうでございます。なんか終わんなかったでございます。なんかが効果でございます。効果ありましたでございます。効果歌っていきましょうかでございます。ちょっとこっちからでございます。オライゾン狙っていきますかもしれません。出れって、いや決めろかもしれません。危ねえ、今の危ねえ。一旦戻れ、ガチで戻れ。今のかけろしてる場合じゃないでございます。バッテリーもまでいけないでございます。マッチセニョリータしていけない。 OK、 残りラストワンでほうでございます。ゆっくりこう右肩さんでございまして、敵さん来る可能性あるな。ガッツリ詰めてくる可能性が順々にありますけども、そうでございます。弾もあんまりないからね、正直なところかもしれません。だから至近距離速攻で決めたいんだけど、あっちにまだいるかもしかして。え、敵さん少ないんじゃないこれ、ラストワンダホービューティーは。多分それっぽくねえかもしれん。ちょっと行ってみようかなと思っております。こっちじゃねえか、多分。こっちじゃん、みたいな感じでいるんじゃないかなと思っております。そうなんだ、ガツさん、あなた一人なんじゃないか、驚け。ビアードを決めていきましょうか。オーケー、そう、わかった。来ない時点でわかったかもしれん。ナイス、戦いはかもしれん。ここでの戦いはかもしれんに任せておけばかもしれん。そんなかもしれん。百戦錬磨みたいなところになってきましたからね。本当にほんまにやかもしれん。この辺で漁ってる人、あれはレイさんかもしれん。すいません、かもしれん。すいません、私、エルスターの最強を持っておりまして、その可能性、本日さんも当たってるところ、本当にすいませんなとして、強いな、これ、エルスター強いぞ、これ、みんな、オーバーゲート、ファイヤーセンター、バーンとしてました、ファイヤーセンターってました、ありがとうございました、ありがとうございました、うわ、あの人、紫アーマーだ、倒して、倒せば紫アーマーが手にある、それだけだとして、それだけの簡単なお話だとして、レッスン中入っていなかったとして、これもおりますけども、そこしらも打ち抜いておりません、12ダメージ入れていけなかったとして、この人、アーマーと書いていく、かもしれないとして、ちょっとここからレース来てることも分かるんでございますけども、横から持っていく、かもしれないとして、これ、味方だとずっと打ってたのでございます。やばい、やらかしたと思って、味方が敵かもわからなくなってしまった。そんなガムシロップがいるんでございますけども、いるんるんとなっておりますけども、でございました。オッケー、でございました。ナイスダウン、ナイスダウン。かっきり、かっきり入れて、一旦戻りました。で、まだベッチがいるからね、でございました。ベッチからカツチがおるから、ガムシロップがこれ何を選択していいか、ここでアーマーをストップして、アーマーを入れていきながら、とりあえず崩されているんであれば、アーマーを作ればいい。アーマーを作れば簡単なお話じゃないかなと言って、こんなのが頭の良さでございました。頭の良さもそうとなっております。で、ミカさんがね、しっかりとこれアーマーと紫アーマーになってるから、そこはミカさんに任せていけながら、これが頭の頭脳の良さか、これが頭がちょっと違う。APEXプレイヤー歴長いところの男ではないかなと思っておりますが、ダーティーにずっとやってきたんではないぞと言わんぽかしいことでもして、走らさせていただいておりますが、ちょっと回復いただいていいですか、ガムシロップ。これのんきに回復いただけないかと思って、いただけとは登れなかったかと思いますけど、ライフラインさん後ろを向けたらガムシロップが登場してくると、そこにはガムシロップ、そこにはガムシロップがいたかと思って、ビックリ超えたセニョリータになるんではないかと言わずもがなでやってきますから、うわー、ガムシロップちょっとやばい、しっかりここから捉えてきます。トライアスロンナンバーワンからナンバーツー、ナンバースリーまで
構えていきながらのむしゃ、てててててててと書いていきながらのむしっかりと甘さピンがしていきながらのむしゃ、こちらも構えていけ、やっぱあの人味方がやられちまった。どこでやった、これどこにいる、待ってくれ、この裏にいる、この裏にいる、この裏、この裏、そ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 の裏、この裏、この裏、頼む、オッケー、決まった、決まった、ガムシロップ、これ終わった、これ終わったんじゃない。ランクリングはね、一回昇格戦に行ったんでございますけども、ちょっとまたもや戻されてしまったと言わんばかしで、でもね、まだね、あとちょっと取れればね、まあね、戻れるところはありますから、すぐに戻っていいんじゃないと思う部分もありますのでね、ぜひとももしよければ、またね、女、見に来ていただければなと思っております。見に来ていただければ嬉しく思っておりますから。